はい、皆さん、はい、今日はちょっと僕、ちょっと頭とか痛いんで、ちょっとまったり的な感じで商品紹介したいと思います。はい、こちらです。はい、シュエプスの加湿グレープです。はい、はい、今日はこちらのパウダーで一番口当たったこのグラスで飲んでいきたいと思います。じゃあちょっとこれか、さっきツルハのなんかミンジン茶っていうやつ飲んで、ちょっと待って、これ開かねえな、これちょっと俺の手がやばい、開いた開いた、ミンジン茶っていうやつ飲んだんで、うわやばい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 、これやべえじゃん、ちょこれやばいって、上に上がってきた。やばいやばいやばいって、これ本当に、ほらもうほら開けるよ、あ音が音が音が、あ無事です。はい、お香りがこんなに、おっち、はい、なんかビールですね。はい、音がすごい、まず香りから、ちょっともう一回ですか、うーん、まあ、か、あのちょっとカスの、いただきます。あ、やっぱグレープが強いですけど、ちょっとだけあのカシスが入った味がします。はい、あと香りも少しカシスがちょっとね、少しあります。あ、さっきちょっと話が終わりましたけど、途中で、あのこれはあのまあこれねえねえ、なんかね商品紹介してるからね、口直ししたかったんですよ。人参茶かなりまずかったです。もうやばかったです、地上最強にまずかったです。その人参茶ツルハにあります。はい、その人参茶、あの皆さん、あの僕も無理でした。僕あの黒糖嫌いなんだし、あの僕基本的に甘いのが大嫌いなんで、チラシを含めて買ってきました。これ、はい、要は今はこんな感じです。はい、やっぱね、このね、ハザー一番気丈だって証明してきたこのグラスで、なかなかいいですね。うん。飲んだ時の味は、ちょっとグレープが強いけど。香りはなんか、カシス、ちょっと、うんうん、ちょっと、まったり、ちょっと、ガラガラしてみて、はい、ああ、僕、あの、今、4時14分でございます。はい、いかがでしょうか。はい、あの今度はあのどっちで出しとくかな、こ、本チャンネル、メインチャンネルかサブチャンネル、どっちが好きかな。俺こんな動画みんな多分見たくないと思うんだよね、まったりこんな人、じゃあ見たくないと思うので、じゃあこの動画もうどうでもいいっていうのもいいかもしれないので、じゃあサブチャンネルの方に出していきます。あ、うん、はい、じゃあ、まあ、
手目はしっかりやっていきたいと思います。はい、ちょっと今までちょっとね、何言ってるか分かんなかった方もいるかもしれないので、はい、まずラベル今剥がしましたけど、さっき、はい、こちらの何て名前、何だっけ、まあいいや、何て、何て、シャシュエプス、シュエプス、はい、こちらのカシス&グレープ、はい、こちらの、商品はもう何て言うのね、味はグレープが強いんですけど、香りはやっぱカシスのね、少しあって良かったです。はい、じゃあまた動画で待ってます。じゃあ、皆さん、ダラダラした内容で、動画長くなって本当にすみません。